金宝ゲ科は、総子用植物金宝華目に属するトガである。馬の足形かや狐のボタンかの名も用いられる。多くは、総本またはつる生。模式族は、金宝華族。総本が多いが、千人創族の多くの種や、鳥株都族の一部の種にはつる植物が知られる。また、千人創族の一部やアメリカに分布する。 ヒイラギ南天もどきの組織は木質化するものがある。本家の花は、額が大きく色鮮やかに発達し、花弁以上に目立つものが多い。中には、花弁がないものや、花弁に加えて、額も落としてしまいおしべと、めしべだけのシンプルな花になる種類も知られる。花は一つの花の中におしべもしずいも含む、諸医療性花である。湯髄は、多数生え、しずいも複数ある。 めしべは多数の心側が根本まで分かれており、それぞれに中東があって、それがより集まった構造をしている。これは花の構造としては原始的なものであると考えられている。果実の形は種によって様々である。花皮と種皮が一体化しており、果実らしい果実はなく、種子しかないように見える、やせかのものや豆の鞘を複数集めたような、 袋花と呼ばれる果実をつけるもの、液化が知られる。花は、中梅花。沢沿いや湿った臨床など水辺を好む種が多く、中でも、竜金家族は、根が水に浸かるような場所に、さらには、金宝下族のバイカモのように水中に生育する種も、知られる。本家には春植物という春先に芽吹き、開花。 種子散布まで全てを終え他の時期を休眠して過ごすような生活感を持つ種がいくつか知られる。本家の植物は人にとって一般に有毒であり、食用にされない。食べられるものは毒性が低いごく一部の種であり、その場合も茹でるなどして毒を抜く作業が行われる。日本では金宝下属のバイカも一輪相族の二輪草の二種が早く木を食用にされる。 ポーランドや中東では、本家、クロタネ草族のうち匂いクロタネ草の種子は、ブラッククミンシードなどと呼ばれて、香辛料や油を絞る原料に使われるという。なお、インドや中東で、香辛料として使われるクミンは、セリカの植物であり全く異なる。また、このクミンに、禁煙のキャラウェイはしばしば、ブラッククミンシードと呼ばれており紛らわしい。漢方薬をはじめとして、 世界各地の伝統医学で薬用に使われる。有効成分や効能は様々である。猛毒のトリカブト族も毒を弱める処理をした上で薬用として利用される。北海道の先住民アイヌはトリカブト族の根を十分に乾燥させた上で様々な動植物を混ぜ合わせてヤドコを作り、アマッポと呼ばれる仕掛け弓と合わせてヒグマやエゾシカを取ったが、猟銃の広まりとともに 毒屋の文化は衰退したという。また、ヒマラヤ地域や中国の少数民族にもトリカブトの毒をやや槍の先に塗りつけて使う民族があったという。毒屋に使われる有毒植物には地域性があり、トリカブト毒を使う民族はアジア圏に多いという。また、東南アジアでは、クワカヤマチンカ、アフリカでは、京畜東カヤマチンカ、中南米は、 つずらふじかや灯台草かやマチンかを使う民族が多いという。古代ギリシアで起こった第一次神聖戦争では、敵兵に包囲された町であるキラでは水源にヘレボルスを入れられたため、町の人は毒による下痢に苦しみ町は陥落したという。本家の植物は、園芸種としても人気があり身近なものである。 園芸種として和族の学名をそのままかなに転写したものでしばしば呼ばれる。例えば近方下族の園芸種はラナンキュラス、一輪相続のそれはアネモネ、千人相続のそれはクレマチスなどと呼ばれ、各種園芸種の和名よりも有名になっていることが少なくない。これらは当初西洋で品種改良が進んだことも一因となっている。 一方、日本においても可憐な花を咲かせる、ミスミ相続や、福寿相続が、古典園芸植物として親しまれ、昔から品種改良が行われてきた。山野草ブームや、交通機関や、登山装備の発達により、鉱山への登山が盛んになったことから、花が可憐な沖縄族や高山植物の、北岳相続にも注目が集まった。 保護意識の低いものによる、自生地からの株の洞窟や踏み荒らしによる株の衰弱によって、個体数が減少している種もある。シラネアオ遺族一族だけからなる、人絵型の赤である。ワミオウミテイで、カキ一族だけからなる、人絵型の赤である。以下の二族を含む。副ーレントライブアドニデアエ、ヒエンソーレントライブデルフィニークロタネソーレントライブ。 ナイジェリヘレボルスレントライブヘラボレサラシナショーマ、レントライブシミセフユジリュウキンカレントライブカルシージの一族だけからなる、一重型の村地である。トライブアスタラパイリは妙未定の村地。次の一族だけからなる、一重型の村地である。北岳ソーレントライブカリオンスミジの一族だけからなる、一重型の村地である。一輪ソーレントライブアネモネアへ金ゲレントライブ、ランキアリー。 ありがとうございます。